今日はね、小沢創業の新しくなった事務所の中を案内します。行こう。ようこそ小沢創業へ。これかわいいですね。ポグマ、ターペット。おい。新しい事務所。ここは、エントランス。めちゃめちゃおしゃれですね。おしゃれだったね。漫画なんかも置いてます。これが、うちのポグマの特許になります。特許と商標登録と衣装登録と、はい、ございます。この壁いっぱいにするのが今俺の目標。ここは、6面積のコンクリートテーブル、これをコーナーの料理で、まあ、ムーティーの下にお茶飲んだりね、いろいろできます。事務所ではいいような話してるから、レコード。レコード。レコード。やっぱ聞いてみたいからね、レコードね。今日聞いて、これでね、YouTube 見たり、これで打ち合わせしたり。こうです。うわ、豪華なソファー。ね。ヤフオクで12万円。12万円。多分7000万ぐらいするんじゃないかな。全部セットでね、全部セットで12万円。買い物上手ですね。頑張った。まあ、これもお誕生日。めっちゃ。おしゃれ、ディズニーみたいな感じですね。ディズニーとこの庭園のね、鉄の看板。あ、赤いヨーグルチャンネルさん。お、ね、サイン。あとアキラ100%。おお。ここが食堂になってます。ここでみんなで。作る人は作って、街にする人だけど、街にして。で、そこにね、製氷機があるから。あとちゃん、大盛り。何作ってるんですか？え？パスタ。ミートソース作ったんで。すごい。ちょっと一から。で、これが、あと誰？あれ？あと3皿でいいの？お風呂入ってさ、お酒飲んでさ、ゴロゴロしてさ、はい、ここまで小沢創業の事務所です。ここから、全国の、コンクリートポンプ車と生コンの方を手配してます。すごい。ここでみんなお菓子食ったり、なんか話して、トレーニングルーム。まあまあ本格的なマシンと。ダブルマシンもあって、ダブルなんかも、30キロまで乗れます。ちょっと散らかってる。ちょっと待ってよみたいなね。ここで全国にエコンクリートポンプ車の部品の発送とポンプ車の、まあ、ご注文をね、ここで出たまってます。じゃあ2階行こう。2階もあるんですね。2階もあるよ。みんなね、平屋っぽく見るらしくて、ちゃんと2階がある。2階もすごい広いよ。ここが社員寮。社員寮、会社にあるんですね。そう、2階にもね、キッチンがあって、そのルーム。おー。冷蔵庫もね、そのルーム。
製品付きの冷蔵庫がありますんで全部完備されてて、うん、テレビもね、すごい電子レンジもオーブンもケトルも炊飯器もある何個にもこんなに出るこれで完備されてね片箱だけですとで、こっち、あっちがね、個室が2つあります、うん、で、ここはね、7ヶ月間住んでるあ、そうなんですねさまあ、2ヶ月か3ヶ月試しに働いてもらうってことができるよどこから来た人でもただ 今いっぱいだからちょっと今ねそういうことができてないんでそうですね、まあ、ちょっと部屋増やそうかなと思ってる試しに働いて、まあ、やめたらやめていいよ、うん、で続けたかったらじゃあ自分で部屋を借りてで試しに働ける場所じゃあ働きやすいですね始めやすい始めやすいよね、うんうん、やったことない仕事だから最初から頑張りますなんて言わなくていいんだよね、はい、まずやってみるって嫌だったらやめてみるし続けるんですよ、うん、ここは広いここを置いてるしようかなと別にここだねさっきジムすごいなんか雰囲気が違いますねここだけで母子家庭の人とかさまあ事務さんにもいるしね、まあ、男の人でもさやっぱ子供を連れてきたいっていうかね場合とかあるじゃんねその時はここで子供を連れてきてここでじゃあ遊ばせてでまあ仕事は下でしてるんだけどまあここで僕のカメラもあってこれであの下からちゃんとね見ることができるからすごい木みたいなのありますねそう木みたいですね、うん、これもモルタルゾーケここが一番ディズニーっぽいよねめっちゃ可愛いですね、うん、ボルダリングもできちゃうボルダリングもできちゃうこれはアリエルだねアリエルですねあ、マーメイドラグーンですねマーメイドラグーンだじゃあここは会議室おなんだけど今あのたくさんお花いただいて、場所がないから全部ここにまとめてすごい大量にもらいましたねたくさんいただきました全部ここにやりてねここで会議とかするんですか？はい、はい、ですね。まあそんな感じでね、こんな、まあ事務所になってます。はい。まあみんなが働きやすいような場所をまあ作りました。小沢総業では、求人の方を募集してます。まず、一つは、コンクリートポンプのオペレーターさん、はい、まあ、経験者未経験者どっちでも大丈夫です、はい、ちょっと今量がいっぱいなんで、まあ、ちょっとご相談ください、はい、次にが事務職の方、事務の方は、小沢総業とポンプマン両方ございます、ポンプマンの方では、整備士、板金塗装も募集してますここ3つ会社あるんでねあのオリジナルガーデンという会社もやってますそれでは営業の方と、施工される方外交エクステリアの職人さんなんかも募集してますあーどれだこれ今すごい欲しい生コンクリートの、試験、まあ、コンクリート技師とかコンクリート主任技師の方、いらっしゃいましたら今急募すごく欲しいです今コンクリート技師コンクリート主任技師の方いらっしゃいましたらぜひご応募くださいポンプマンの方では中古車の販売買取もやってますので、そのオークションだったりそういったのが得意な方いらっしゃいましたらそちらもぜひお願いします以上だねじゃすいませんこんな感じになりましたけどはい、こんな事務所、まあ、素敵な事務所だと思ってますはい、ぜひ、皆さん、ご応募ください